Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. It's my great honor that I can introduce you here the most uh, reliable website for uh, researchers and scholars or archaeologists of the world about ancient uh, mysteries. Here are some sort of the latest news from ancient origins and in Japanese. ウェブサイトの一つに Ancient Origins というのがあります、えー。その中の最新のニュースをこうしてお伝えいたします。オーストラリアにはですね、1770年にキャプテンクックが来る前にすでにフェニキア人たちが来ていたというニュース。それからインドのね、マハーバラタ時代のね、いわゆる遺跡が見つかったというんです、ね、まさに計画都市だったというんですね。 で道路やそういったものが整備されていたというニュースです。次のニュー,ニュースはですね、えー、フェニキアに、まあ、宝の宝庫が見つかった、まあ、かもあるかもしれないというわけですね、レバノンの寺院の地下に階段があって、えーそまあ、これからそれが調べられるとそうですけども、あはい、夢がありますね、こういう。 発見にはまあこれがこれあの7つの構成があることに注意してくださいねミトラ教です。それから、まあ、ET についてね NASA もまあ割と積極的に動き出してるっていうことなんですよね内々ではですから考古学を研究することによってねいや異星人との関係をが分かるんじゃないかということを、まあ、NASA が言っているというニュースです。 まあ、これが文字なんですけどもね、解読できればということなんですけどもね。それから、意外と驚いたのは、カホキアマウンズがアメリカ人の間では結構研究対象になっているということなんですね。私はただの観光地ぐらいにしかなってないんじゃないかと思ったんですけども、まあ、儀式用の道路があるということは前から言われてたけども、まあ、本当にあるらしいということが分かってきたと。でまあ、これはあの基本的なコンセプトは全 日本の前方後円墳と同じ、あるいは世界の円、ね、墳と同じコンセプトで作られているということですよね。えー、あのいわゆる UFO の発着台です。そしてそのコンセプトは南米の,そのピラミッドへとつながっていくわけです。はい、これはもう復元図ですけどもね。それから、新しい絵あの、なっていうんですか、あのー ディスクロージャーと言いますか、メトロポリタン美術館はね何千もの、何千もの、今頃ですよ、古代のその遺物をあの公開したと。はい。その中には、アッシリア後期のレリーフなども含まれていると。まあ、これがそのレリーフなんですけどもね、あの、まあ、ちょっと変わったレリーフですね。またこれ一度検証しています。それから、ユンギャン。運行もあの 運行ですねあのたくさんあの工芸古代の仏教攻工芸品が出ているとで驚いたのはっていうか私も知らなかったんですけどもなんとなりますか5万1000ものです、ね、この中に仏像があったってちょっと数を聞いてちょっと驚きました5万1000体もあ,あるということなんですよね250か60の洞窟の中にね、はい まあ、あのウンコ、リュウモン、バーミヤン、トンコはナスカでつながります。それからサフロンという、まあ、花があるんですけども非常に高価な花だそうですけどもこれにはヒー,ヒーリング力があったと古代から、まあ、ヒーリング,リング癒しの,、ね、あの薬草として薬草というか薬として使われていたというニュースも入ってきています。まあねちょっとあのここ私も専門用語があるものですが役がちょっとは。 心配ですけども一応訳してみましたまあサフロンちょっと調べてみたいですねこの花はそれからまた中国の,あのニュースですけどもてあいわゆる陶器の,のね上薬にですね非常に、まあ、希少なっていいますかあ 上薬が使われていたと酸化鉄が使われていたということですよねまあ、そのどの程度かということは詳しい資料は詳しいというか内容は分かりませんけれどもこれがそれだそうですそれからテラコタアーミーの や平馬洋を作った兵士のです、ね、墓が見つかったとっいうんですけどねしかし墓よりも大事なのはあの釜であり、それを焼いた炭の跡を見つけることですね。釜もなければ焼いた炭の跡もないというのがまず第一の大きな謎ですね。あれだけの陶器を作りながら、陶製の,、ね、の像を作りながら、その、まあ、なってますか残っているものが何もないということはやっぱりおかしいですよね。まあ、そんなことはあ,とあえて、相手なくて見事ですけども。 ということで、まあ、この墓が見つかったって、これ,これがまあこれ出てくるのは墓なんですけどもね、どうしてこれがあのそれを作った人の墓なのかということは、ちょっと私にはあの分かりませんが、そういうニュースも入ってきています。それから、まあ、中国、東洋医学ですね、東洋医学のまあ実感ですね、バンブー,ンブ,ーブックスというのはそういうこというわけですけども、それにまあ東洋医学に関する記述のあるものが見つかったと。そして、それにはまあ今出てきますけども、軽月の、ね、位置があの引きされていた。 はまあ、あのいこには描かれてたってわけですよ、ね、これがまああの経験経絡経血を示した図だと思います。次は中国で0体を超えるねブッ,ブッダの像が新しくまた見つかったそうです。まあこうしてブッダの像が見つかっていくわけですね。これからどん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 新しい時代へ入っていくというかあの未知の世界が広がっていくわけですね。 まあ、よくできた像だと思いますそれからジャイアンツ巨人の都市、まあ、巨人そのものの,、ね、あの骨だとかそういうものは見つかってませんけどなぜ巨人の都市かと言われるとそこにあ,あ,あるあ見つかっている道具がみんな大きいんですね巨人サイズなんですですから巨人が住んでいたというふうに、まあ、巨人の街というふうに言われているわけですよね。 まあ大きな動画が見つかっているということなんですよね。確かにあの、超等人間なんかは2メートル60センチぐらい身長があったということ、最近分かってきましたあの。パラカスの超等人間ですね。あのパラカスというのはあのナスカのすぐ近くです。まあ、こうした動画が見つかっているということなんですね。普通の人間では使えないというようなことから巨人説が生まれたわけです。 そしてまたエジプトでも新しい発見がなされています。というのは今までの,その常識を覆すというかすでにまあそのエジプトの文明はですねあのピラミッドが作られる前から既にまああの始まっていたということをまああの発掘調査で分かったというんですよね。まあこれはビッグニュースですね。はい、そしてまあ次のような道具も道具というかもう見つかっている。 見つかっていいるととうこなんです次あのキングダビデオの謎なんですけどもダビデオがですねあのエルサレムあをそのあイスラエルの、ね、エルサレムを制圧し,した時に伝説の城が見つかったと。 あのまあ、だけども、後半に書いてありますけれども、聖書にこの事実を求めるということは危険なことであるということで、あのいろいろとあの論議論があるわけですね、まあ、しかし、あ聖書に考古学的なあ事実を求めていくということも、あながち間違ってはないという,ようなことですよね。 まあしかし、聖書というのはあの多くのフィルターがかかっていますから、注意してした方がいいことには間違いありません。それから、ドルメンの謎ですね。イギリスの西部でしたかね、ドルメンが見つかって、それがまあ一度あの崩壊するわけですよね。それをまあいわゆる再建すると。再建したという、これからニュースでね BBC がそういうニュースを伝えています。 まあこれは想像だと思いますがね、ドル面の、まだ再建してないんですけど、こういった巨大なドル面があったというわけですよね。何のためにどうしてそれからアメリカ,のアメリカにもあるんですね、五大湖の,の中にですねまあ遺跡が見つかったというわけです。湖がねあの静かであったこと、それから岸から離れていたという,ようなことで、今まで残ったんじゃないかというふうに言われています。 アメリカというのはあの、まま、調べてみると意外と奥が深いのかもしれませんね。あのアメリカ人はあんまりそういう細かく、ま、まとしては日本人のように、細々としたことを調べるのが得意じゃないような気がします。で、これがあのインディアの、インドの,あの謎ですけども。 こういうのは夢がありますね。ある寺院の下に、さらに下に続く階段があって、地下室があったと、そこにはね、宝の宝庫が宝、地下室には宝がいっぱい入ってるんだってね。まあ、こういう話を聞きますと、あの、考古学も楽しいだろうなと思いますね。もちろん、あの、えー、いくら発見しても自分のものにはなりませんけどもね。ま,あ、また自分のものにしてはいけませんね。 で、これがまあその寺院なんですけども、この地下に、この下にですね、あの基礎石の下にまた地下室があったってわけです。そしてこんなようなものが発見されているっていうのは、おそらく金星でしょうね、これはね。はい。というのが見つかっているってことです。それからあの、今はもうほとんど衛星を使ってね、しゃべるんですね。あの考古学というのはもう衛星で、それで発見した、発見したってあちこちの人は騒いでますけども、衛星をね、分析すればいいわけで、それは私たちだってできることですからね。 追別にあのはいあのそれは考古学者の特権ではありませんのでもうそんな時代は終わりましたからねあの私たちがみんなで力を合わせて新しいものを発見していくということですで、まあ、こうしたその古代都市も発見されているということなんですよね楽しいですね私ももうすでに 10, 本10個以上発見してますよあの今まで未知だったものをね未知だったものを えから、まあ、これあの発見されて復元図でしょうね周りの様子から見てでスペインでですね今度は新しい、まあ、あのいわゆる、まあ、地下室のようなものが見つかったんですけども天文知識がねかなり進んだ天文知識を持っていたてとったっいうことが分かったということがニュースになっていますえー、まあ当時月詞春分秋分だけではなくて、うん、まあ 日常的なその天文観測所として使われていたというようなことを書いてありますね。まあ、スペイン、意外とあの、いろんなあの小さい遺跡はあるんですけどね、小さいというか、まあ、小さくもないんですけどもね、つながっている遺跡はあるんですけども、まあ、そういうことですね。これ、岩を削ってあるのか、組み合わせたのか、ちょっとわかりませんけども、それからイエス・キリストには妻がいたという証拠が出てきましたですね。 えー、それはどうして、まあ、大きな議論になるかというとイエスにはキリストあの妻があってはいけないという、まあ、どこかの団体はそう言って主張するものですからあーか大きな議論になるんですけどもそのこのパピルスの紙に書いてあったんですねイエスの妻の福音書というのが見つかりましてでそれにはその私の妻よと。 いういう呼びかけているところがあるわけですね。そして、女性でもそうになっていいんだよということをあの、この中に書いてあるわけです。私の弟子となるであろうとね。だ、ま、い、あ、その男がよくて女はダメだというは、はっきりえば馬鹿げた人の方がおかしいですよね。あの常識に考えてあの。これがパピルスに書かれたイエスの妻の福音書と言われているものです。 とということで今日は Ancient Origin のをあの Translated by Hiroshihaiashi で紹介させていただきました。あの Ancient Origin の皆さん、Thank you very much.We thank you very much for these informations.We respect you.Bye!